ええ、そろそろゲートから出てくる頃です。エイジングボードとか使っちゃダメよ。マスコミにバレるかもしれないから、頑張って自分の目で見つけてね。お任せください。お二人の顔ならしっかり覚えてますから。向こうがミオちゃんの顔忘れてるかもしれないでしょ。もうそういう寂しいこと言わないでくださいよ社長。まあそれはともかく、クリスマスだし人多いだろうから見失わないようにね。確かにいつもより人多いかもですね。でも混んでるのは出国ゲートの方ですね。家族連れとかカップルとか友達同士とか。そう、独身で男も友達もいなくて、クリスマスにさえ仕事漬けのミオちゃんに関係のない話をして悪かったわね。そっち方面から遠ざかってるのは誰のせいだと思ってるんですか。都合のいい言い訳を提供してあげてる雇い主に感謝してほしいくらいなんだけど。ああ、見つけました。ちょっと失礼しますね。カズサさん、北原さん、こっちですよ。いい加減にしろよカズサ、いつまでもつまらない意地張ってんなよ。いい加減にするのはハルキの方だろ。一言謝れば許してやるって言ってるのに、どうしてそんな簡単なことすらできないんだよ。どうしてそれができないのか教えてやるよ。それはな、今回の件に関しては俺に一切の非がないからだよ。カズサさん。えい、離婚だ離婚、成田離婚してやる。両方間違えるな。成田離婚ってのはスピード離婚の派生語だ。俺たちは入籍してもう何年も経つから当てはまらないぞ。だからお前のそういう細かくて意地悪で人の上げ足ばっか取る態度が大嫌いなんだよ。ああ、それは光栄だ。別に俺、お前に気に入られたくてこういう人間になったんじゃないしな。喋るな、話しかけるな、口聞くな。お前の声なんか二度と聞きたくない。だからそれ全部同じ意味だろ。日本に帰ってきたんだから正しい日本語を使え。ああ、うるさいうるさい。社長、合流できた？私以前にお二人が合流できてません。精神的に。ありゃりゃんりゃん。じゃあ私はこっちの部屋で寝るから、絶対に入ってくるなよ。お前こそやっぱり寂しいとか言って後で泣いて謝ってきてもベッドに入れてやらないからな。するか、絶対にするか。そんなこと一生するもんか。じゃあな、おやすみ。うるさい。すいません工藤さん、一番やってはいけないタイミングでやってしまいました。とりあえず今日のところはこのままお休みください。明日の午前中にもう一度お迎えに上がりますね。本当申し訳ありません。陽子さんにも謝っておいてください。社長は気にしてない様子でしたから大丈夫です。電話口で思いっきり笑ってましたから。
それじゃあおやすみなさい。ええ、おやすみなさい。まさかとは思いますが、日本にいる間中なんてことはないですよね。すぐに仲直りしますよね。ごめんな。本気にシャワーなんか浴びてるんだよ。私のことほっといて平気なのかよ。ほっといてってほどほっといてないだろう。まだやだよ。そんな悲しいこと言わないでくれよ。私が悪かったよ。謝るから、何でもするから。だからそんな風に見捨てるなよ。せめて1時間くらい怒りを持続してくれ。俺に反省する時間をくれよ。嫌だ、謝らせろ。ごめん、ごめんな、ハルキ。濡れるぞ。いい。このまま冷えたら風邪ひくぞ。うん、大丈夫、ハルキが温めてくれる。カズさだろ。
北原さん、和沙さん、そろそろ起きてください。おはようございます。おはようございます。そろそろ12時ですけど。もうそんな時間ですか。北原さん、すいません、なんでも。おい、いつまでも寝ぼけてんなよ。別に、さっきから起きてるよ、私。やってることが完全に寝ぼけてるだろう。ほら、そんなに強く。なあ、もっかい。工藤さんがもう部屋の前まで来てるんだよ。ミオちゃんならもうちょっとくらい待っててくれるって。いや、そういうわけに。っていうか、今遅れたら俺たちが何してるかバレバレだろ。いいじゃん、せっかく仲直りしたんだしさ。春樹だって夜が明けるまではノリノリだったじゃないか。お前が何度もおねだりするからだろ。だから、はずさ、やめ。やだよ、やめてやんない。はるき、やめよっかな、この仕事。久しぶりに会う母親ほったらかして、一緒に住んでる旦那といつも通りイチャつくのを優先するなんて、とんでもない親不孝娘ね。しょうがないだろ。私は春樹がいないと生きていけないように体の隅々まで調教されちまったんだから。人聞きが悪いな、おい。だいたい母さんは、私が子供の頃なんか親らしいこと全然しなかったじゃないか。当然の報いだ。カズさん、なんて容赦のない。あなたは私が社会の片隅でひっそりと孤独死してもいいっていうのね。ああ、育て方を間違えたわ。ええ、そりゃもう間違いなく。ギター君も容赦ないわね。だいたい向こうを立つ前の日だってビデオチャットで5時間も話してたじゃないか。そんなこともあったかしらね。カズサは仕事しろ仕事。苦しい挨拶はともかく、そろそろ乾杯しましょ。今までの会話のどこに堅苦しい要素があったのか、ぜひとも教えてほしいんですが。春樹が混ざってると、どんな一家団らんでも肩が凝ってやってられないな。私みたいな自由よりもガッチガチに管理されることを選んだあなた自身の選択を呪うのね。言ってろ。ね、ところで彼ってまだガチガチのまま？あんた、私たちをいくつだと思ってんだ。毎日ガッチガチに決まってんだろ。親子揃って誤解されるような会話は控えような。またど高い酒を。いいでしょ、久しぶりの親子水入らずなんだもの。ねえカズサ、覚えてる？
これ、私たちが初めてこのお店で食事した時に頼んだのと同じものよ。覚えてるわけないだろ。あんた一人でガブガブ飲んでたんだから。あ、そっか。あの時はまだあなた未成年だったわね。初めて男に振られてボロボロ泣き出して。え？それ以上話したら帰る。ホテルにじゃないぞ。ウィーンに帰るからな。まあ、値段はともかく、ちゃんと医者には許可もらってるんでしょうね。ええ、少しなら構わないって言われてるわ。私だって命を無駄にするつもりはないもの。そういえば最近の体調はどうです？うん、ま、頑張ってるわよ。真面目に治療もしてるし、薬だって欠かしてない。医者に言われたことは全部忠実に守ってる。そうね。少なくとも初孫に名前をつけて、入学式に立ち会って、成人式の晴れ姿をこの目に収めて、お葬式で弔辞を読むくらいには生きながらえてみせるわ。いや、それも妖怪レベルでしょう。っていうか、生まれてもいない俺たちの子供をいきなり死なせないでください。私を妖怪に変化させないように、早く初孫の顔を見せなさいよ。まあ、その、考えておきます。それじゃあ、もうすぐ生まれるであろう私たちの新たな血族に乾杯。ほら、カズさんも頑張ってね。私は嫌がったことなんか一度もない。どっかのがめついマネージャーに止められてるだけだ。だから、その、考えておくから。それで、日程のことなんだけどね。本気なのかよ。今さら私たちの結婚式って。だってあなたたち、正式なのってあげてないでしょ？今時式あげないなんて珍しくないだろう。ダメよ。親への花束贈呈まだやってないでしょ？それを親の方がねだる家庭って他にあるのかよ。私はね、お母さん、今まで本当にありがとう。って、あなたが涙ながらに手紙を読み上げるその日のために、お金と命を削って長生きしてきたのよ。なんであんたの愛はそんなに歪んでるんだよ。二人とも、そろそろ覚悟を決めなさい。
こうなるって分かってて、それでも日本に来たんでしょ。日程も場所もね、今のところは秘密。その時になったら知らせるわ。それまでは、久しぶりの日本を満喫してなさい。友達に会ってきたりとか、どう？カズサ、おい、カズサ、いい加減に起きろよ。そろそろ11時。なんでそんな中途半端な時間に起こすんだよ。昼飯まで寝かせといてくれよ。俺はもう腹減ったの。すぐ昼飯食いたいの。サービスでも頼めばいいじゃん。いや起きろ、そろそろ出かけるぞ。どこに？どこへともなく。詩人かお前は。久しぶりの日本満喫するんだろ。昨夜陽子さんと約束したじゃないか。ラウンジで飯食ってどこ行くか相談しよう。さ、とりあえず着替えて。行かない、ずっと寝てる。本当に何もすることないんだぞ。奇跡的に今年はもう仕事を収めちゃったんだぞ。外出なんて疲れるだけだ。ずっと春樹の加えてた方がいいよ。それは出かけるよりも疲れる。とにかく私は行かないったら行かない。だから春樹、お前もここにいろ。一緒にくだらないサスペンスの再放送見よう。くだらないって分かってるなら見るなよ。だって私には行きたい場所も会える人もいない。友達に会ってきたりとかどう？でもさ、でもお前はもう。だからってさ、会いたくないのか？会いたいよ、けど自分から会いにはいけないよ。カズさん、いくら彼女が許してくれても私が自分を許せない。
好きだったんだ。本当に憧れてたんだ。お前はどうなんだよ、ハルキ。会いに行けるのかよ。そりゃ、まあ。だから出かけないって言っただろ。ただの散歩だよ。それならいいだろ。誰かに会ったらどうすんだよ。お前、ここをどこだと思ってる？1000万都市だぞ。花の都大東京だぞ。そんな偶然が起こるとでも思ってるのか？でもほら、前に来日した時は結構顔がバレててさ。大丈夫、もうトーマカズサブームなんかとっくに去った。日本人の飽きっぽさをなめんなよ。いや、それマネージャー的には OK なのかよ。それに対策も考えてある。とにかく少しくらい付き合ってくれよ。いやだ。ほら、着いたぞ。まずは最初の観光スポットだ。はあ？ここってまだホテルの目の前じゃないか。なあカズさ、お前この景色に見覚えないか？景色だってただの御宿の駅前の。まだあったんだな、この電話ボックス。え？取材の記者から逃げ出してさ、その時に財布とか携帯とか全部落として。あ、本当にな。たった一つこの番号だけ覚えてるなんて、私って何なんだろう。拾った100円玉で、お前このボックスから俺の携帯にかけてきてさ。うわ、帰る、やっぱり帰る。それもなんか捨て犬みたいに死にそうな声でさ。お前だって死にそうな声だった。当たり前だ、お前が死にそうな声出してたんだから。お、慌てて駆けつけてみたら、お前はびしょ濡れでガタガタ震えてて、なんだよやっぱ捨て犬だったじゃんって。捨てた飼い主が何言ってやがる。だから開き直るなよお前。お互い様だろバカ野郎。今さら歯の浮くようなこと言うなバカ野郎。そりゃいつまで経ってもこんな陳腐な口説き文句に引っかかるバカがいるからだ。お前だからだバカ野郎。ほら鏡はこっちだぞ。なるほどね、これが対策か。センスもやり方も昔と全然変わってないな。わざわざ似たようなのを選んだんだよ、全部。どうかな遠野和美さん。しかし
今さら見返してみても全然メガネ似合わないな私。そうか、髪型も含めてすごく似合ってると思うけどな。そりゃ旦那のひいき目ってやつだ。とてもじゃないが真に受けられないね。そりゃどうも。なあ、ハルキ、そろそろ甘いもの食べに行かないか。ここの地下、確かラスカルがあるんだよ。せっかく日本に帰ってきたんだから、ぜんざいとかどうかな。よし、それは2軒目な。じゃあ早速行こう。いや待て、別にはしごしなくてもいいだろ。プリンなら帰国してからでも食べられるし。お前、ラスカルの滑らかプリンを舌めてるだろう。あの舌触りはヨーロッパでもなかなかないんだぞ。それが本当かどうかはさておき、寒いだろ。今はなんかあったかいもん食おうぜ。だから2軒目に連れてってやるって言ってるだろ。わがままなやつだな。そのセリフはそっくりそのまま返すとして、だったらプリンはお土産で持ち帰ればいいだろ。ダメだ、今食べたいんだ。絶対に譲れない。店で3つ食べて12個包んでもらうんだ。お前晩飯食えなくなるぞ。デザートと食事は別腹だろ。何言ってるんだお前。もういい、分かった、好きにしろ。あ、そうだ、ぜんざいで温まったところでアイスクリームを食べると。なんでいちいち俺を冷やそうとすんだよ。やっと調子が出てきた。さ、こっちだハルキ。なんだよ、情けないな。あの程度食べたくらいで食当たりか。当たったのは主に一種類の成分にだけでな。なあ、そろそろホテルに戻らないか。一緒にくだらない年末特番のバラエティ見ようぜ。くだらないって分かってるもの見てどうすんだよ。だからちょっと、ま、ほらもう少しだ。頑張れハルキ。もう少しって何が。相変わらずでかくてお高く泊まってて、伝統のかけらも感じられないホールだな。そっか、そういえばこっちの方だったな。へえ、この場所知ってたのかハルキ。お前は一度も来たことないと思ってたけどな。2回もここで弾いたのに、お前は一度たりとも聞きに来なかったの。それはその、ごめん、悪かった。いいよ、もう。いや、けど。だってさ、お前があの時コンサートに来なかったから、今の私たちがあるんだし。うん、そうだな。ちなみにさ、ここって
母さんもコンサート開いたことあるんだぞ。ああ、知ってる。ま、私のコンサートの時ほど話題にはならなかったけどな。その評価に関しては今度親子水入らずで裁定を下すってことで。なあ、うん？何考えてる？別に。嘘つけ。バカみたいだったな、私たち。いや、違うね。バカそのものだった。超間抜けだった。なんだよ急に。だってさ、今思い出してもさ、笑うなよ。お前あの時もそんなこと言ってたな。それも泣きそうな声でさ。お前は笑いながら泣いてたっけ？言うの？なあ。ん？なあってば。だから、な。ん？お前、なあ。今は、あの時よりもっと慣れてるだろ？私で。なんでそんなに慣れてんだよ！だからさ、もう一回ここでさ、見てるぞみんな。あの時だって見てた。でもお前は下、若かったからな。今でも十分若いって。だからさ、春樹、子供みたいなわがまま言うな。いい年してみっともない。なんだよ、私だってまだ。カズさん。はる。
相変わらず日本の電車はなんでこんなに混んでるんだ。そうやって他と比べられるほど向こうで電車乗ってないだろお前。ほとんど出歩かないしタクシーばっかだし。ちゃんと領収書もらってるだろ。マネージャーにとやかく言われる筋合いはないぞ。必要経費だって無尽蔵じゃないんだぞ。お前ら親子はもう少し浪費癖をなんとかだな。大丈夫、そのためのお前やミオちゃんだ。二人がいる限り東間洋子オフィスは安泰だな。岩津町です。お降りの方はドアにお気をつけください。ほら降りるぞ、さっさとしろ。分かってるからネクタイは引っ張るなよ。あれ危険だからな。よくもまあそんな昔のこと覚えてるもんだな。そう言えるお前だって覚えてんじゃないか。懐かしいか。さすがにな、子供の頃からずっと使ってた駅だし。あ、そうだ、手土産どうする？手ぶらってわけにはいかないだろ。そういう気遣いができるようになったのは評価するが、御宿にいる時に言ってくれ。ここら辺だとコンビニくらいしかないぞ。ハルキ、お前コンビニスイーツを甘く見てるだろ。昔と違って十分によそ行きのお土産レベルのものもあるんだぞ。ただそれ買いたいだけだろお前。そうなんだろ。本当に元通りなんだな。だな。行こうか。よく来たわね、二人とも。お久しぶり。昨日も一昨日も一緒に食事しただろう。やあね、カズさん。社交辞令じゃない。通過儀礼じゃない。お約束じゃない。本当に帰ってきたんですね。まあね。結局何年経っても売れなかったし。なんか変わってないな。買えなかったのよ全部。帰ってお金かかっちゃったけどね。本当はミオちゃんも一緒に住むことになってるんだけど、今日は親子水入らずでどうぞって実家に帰っちゃっててさ。別に遠慮しなくてもよかったのに。本当にね、あの子実家に帰ったって親に結婚しろってうるさく言われるだけ。あなたは少し遠慮しましょうね、言動とか。
どう？ダメだ、全然甘くない。おかしいわね、こんなに砂糖ぶち込んでるのに。試しにメープルシロップ入れてみるか。あら、なんか水飴みたいになってきたわね。まあこれはこれで。いや、黒豆を煮るのはさ、もうちょっと弱火で時間をかけて、だいたいそんなに煮詰めると皮が破れて。口だけ野郎は黙ってろ。ほんと男ってこれだから。普段料理なんかしないくせに文句だけは一人前でね。あなたたちよりはやってるよ、だから手伝わせてよ。あなたは邪魔をしないの。おせち料理ってのは母親から娘に受け継ぐものなんだから。そもそも受け継いでない母親が何を娘に伝えようって言うんですか。大体正月におせち食べたいって最初に言い出したのはお前じゃないか。ほんとわけわかんないやつだな。食べたいとは言ったけど、作ってほしいとは一度も言ってないんだけど。とにかくお前はしばらく昼寝でもしてろ。夕飯の時間になったら起こしてやるから。わかったよ。あら、栗きんとん用の甘露煮がなくなってる。ちょっとカズさん、最後に食べたの私じゃないぞ。ちゃんと2個残しておいた。私だって5個くらいしかつまんでないわよ。はあ、なんだよ、ここにいたのか。あ、へえ、よくもまあここまで再現したもんだ。そうだな。ちゃんと調律もしてある。あの人の凝り性も大概だな。やっぱここも懐かしいか。まあどこもかしこも懐かしいけど、ここは日本で一番長い時間を過ごした場所だからな。そっか、そうだよな。
ところでハルキ、そろそろ晩ご飯だぞ。今ピザが届いたから呼びに来たんだ。さっきまで何か作ってなかったか。分かってないな。おせちは正月料理だろ。年を越す前に食べてどうする。別に味見くらいしたっていいだろ。それは明日以降にしろ。またチャレンジするから。いや、いい。じゃあ俺は客まで寝てきますから。何よ、ここにいればいいじゃない。眠くなったらみんなで雑魚寝すればいいんだし。いえ、今日は久しぶりに親子水入らずで。どうぞ。本当に行っちゃうんだ。別にどっち襲っちゃっても構わないのに。私が構うんだよ、母さん。わっ、ガチだ。我が子ながら引くわ。じゃあカズさ、明日な。朝方にそっち行くから。わかった、おやすみ。うざいくらい仲いい夫婦。いい男捕まえたわよね、あなたは。そんなことないぞ。細かくてうるさくて鬱陶しくてひどいやつだ。ふん。ただ私にとってたった一人の男ってだけだ。私はそういう風に男に手札を全部晒すような真似はしなかったけどね。なんでだ。いや、だから恋愛ってのはね。やっぱり育て方間違えたかしら。もっと飲む。母さんはもうやめとけ。じゃあそろそろ寝ましょうか。一緒のお布団で。子供の頃だって一度もそんなことしなかったじゃないか。何、今になっていい親の顔してるんだよ。違うわよ。これはね、今まで子供を散々放っておいたくせに老後の面倒だけは見させようって腹黒い親の顔ってやつ。私は。そうよ、私は腹黒いのよ。だからあなたたちが帰る家を用意したの。やっぱりそのためか、この家に戻ったのって。いつでも戻ってきなさい。私は本気よ、母さん。それにこれはあなたたちにとってもチャンスよ。何がだよ。だってもし私の病気が治ったとしても、あなたよりも先に行くのは確実なんだから。そしたら労せずにこの家が手に入るわよ。莫大な相続税で首が回らなくなる未来しか見えないね。そのくらいはあなたの愛する旦那に迂回でもして稼いでもらいなさいな。なあ、念のために聞くけど、そこで言う売ってさ。やっぱり無理だよ。どうして。ここはあなたが生まれた場所なのよ。知ってるだろ、
私たちには本当はここにいちゃいけないわけがある。ない、もうない。母さん、あなたにも彼にももうそんなものはない。とっくに許されてる。だけど私は。向こうの家に何度も通ったわ。え？最初の頃は全然会ってくれなかったけれど、5回目でやっと家にあげてくれた。母さん？それからも何度会ったか覚えてないけれど、でも向こうの娘さんも一緒に説得してくれてね。何やってんだよ。何やってんのよってのは本当はこっちのセリフなんだけどね。なんで母さんがそんな。そりゃ子供がやらかしちゃったんだもの、親が謝らないわけにはね。そんなこと母さんがしちゃダメだろ。だって私はもう大人なんだぞ。いくつになっても子供は子供。それにあなたの場合、精神年齢の方は、ね。いや、久しぶりっていうか、生まれて初めて、ああ、親やってんなーって、心から実感できた瞬間だったかもね。バカ。バカ。そんなわけでね、私の野望を阻む者はもうこの国にはいないわけよ。だからカズさん、いつでもいいからここに帰ってきてよね。日本でコンサートやったり、お盆や正月に帰省したり、友達に会いに来る時だけでもいいからさ。あと、ちょっとでもホームシックにかかったりしたら、遠慮なく、とっとと帰ってきなさい。母さん。何？もう眠？じゃあ、一緒に寝よう。うん。その前にさ。お母さん。え？え？長い間、お世話になりました。なんだよ。あのカズサが三つ指ついてお世話になりました。先に似合わないことやったのそっちだろ。だってうるさい。私あんたがしてくれたこと一生忘れないからな。私もさっきのカズさん一生忘れないから。母さんのバカ。
やっぱこの時期は日が沈むのが早いな。今さら何言ってんだ。東京で日没が一番早い時期は一月ほども前だ。おお、博識だな。ということは今はだんだん日没が遅くなってきてるのか。にしては暗いな、もう。いい加減、嫌味はやめろ。別に俺お前を責めてなんかいないぞ。そりゃあまあ起きてきたのが午後3時過ぎってのは正直いい大人としてはどうかと思うけどさ。うるさい。随分と甘えることができたみたいだな。だからうるさいって言ってる。いろいろあったんだよ、させよそのくらい。だから別に責めてなんかいないって。とてもそうは思えないんだよ、お前の態度は。それは生まれつきだな。なあカズさ、お前らはいつまでも仲良く親子やってくれよ。なんだよそりゃ、わけわかんない。確かにな。でさ、今からどこに行くんだ。今日はそば食べて紅白見て除夜の鐘聞いて2年前に行くんじゃないのか。それもかなり魅力的なんだけど、その前にちょっとだけ付き合ってくれよ。けどお前そっちは。頼むよ。やっぱりここか。ああ、俺たちが3年間通った場所だ。私が通ったのは実質2年半くらいだったけどな。ぐれてたもんなお前。ああ、なんか同じクラスにいたしつこい委員長のこと思い出してムカついてきた。一発蹴らせろ。にしてもさすがに誰もいないな。ま、大晦日だしな。じゃあ行こうかカズさ。なんだよもう戻るのか。何言ってんだよ、せっかく懐かしい母校なんだぜ。おい、ちょっとだけ寄ってこうぜ。いや待てよ、無断侵入だぞ。平気平気、誰もいないって。不良のくせにこの程度のことでビビってんのかよ。あ、お前が委員長のくせにはっちゃきすぎてるだけじゃないか。
うわ、よりにもよって 3E か。 1H よりはマシだろ。うるさい。にしても変わってないな、ここも。こっちが俺の席で、こっちがお前の席だったよな。ああ、そうだな。ここからの外の景色、なんか見覚えがある。そうだ、なんか落書きとか残ってないかな。譜面とか先生の悪口とか。北原のバカ野郎ってのなら残ってるかもな。そんなこと書いたのかよ。ああ、数えきれないほどな。あの頃の私はお前のことがうざくてうざくて、世界で5本の指に入るくらい大嫌いだったんだ。俺はその頃からお前のこと大好きだったけどな。知ってるよ。顔だけで女のことを好きになる軽薄野郎だもんな。だからさ、俺はあの頃窓際でお前が寝てるのを見るのが好きだった。その割にはいつも叩き起こしやがって。そりゃそうさ。だって起こしたらお前の顔が見れたんだぞ。こんなご褒美あるか。ああ、うざいキモい聞いてらんない。お前本当に恥ずかしいやつになったな。恥ずかしいことばかり言わせたがるやつと一緒に暮らしてるせいでな。そいつもキモいな。大概だ。ここもやっぱ変わってないな。そうだな。当たり前だ、大晦日だぞ。うん、寒いな。付属祭の時よりも寒い。春樹、あのさ、カズさ。ほら、風邪ひくだろ。もう閉めたらどうだ。あ、いや、これは風邪じゃなくて。じゃあなんだよ。そんなことよりもさ、お前、なんか変だぞ。あのさ、その、なんだ？本当に何なんだよ。カズさんのピアノ、聞きたいな。ここで、か？ああ、ここで。
なあカズさん。ん？お前隣のギターが俺だっていつから知ってたんだ？そんな昔のこと覚えてないな。俺のギターだから合わせてくれてたのか？他のやつでもあんなおせっかいしたか？覚えてないって言っただろ。それにもうどうでもいい。いつだったかなんて関係ないよ。関係ないか。なあカズさ、今度はなんだよ。せっかく弾いてやってんのにいちいち邪魔するの。俺たちさ、もう一度ここから始めよう。そしてこれからもずっと続いていこう。何の真似だよ。ごめんな、実はちょっとだけお前を裏切ってた。陽子さんと結託してたんだよ。それって、まさか。ここが式場なんだ。今日がその日なんだ。明日？第二音楽室？そう、それが北原家遠間家披露宴の日程。大晦日に学校でってよく許可おりましたね。ま、北条大とは持ちつ持たれつだし、そこはいろいろとね。けどなんで？そりゃあそこはあの子にとって特別な場所だからよ。それこそ良くも悪くもね。いや、そっちじゃなくて、どうして大晦日なんです？それはもう私なりのリベンジってところかしら。それってどういう？あの日の私の作戦をもう一度再現するためなんてね。ちょっとした意地なのよ。悪趣味だぞお前ら。ここなら私が感激するとでも思ったのか？泣くとでも思ったのか？泣かないのか？泣くかバカ。私はもともと式なんてどうでもいいって言ってただろう。そうだったっけ？それを妙なサプライズでお涙ちょうだいとか、なんだよ。私が泣いてるところを撮影して後で笑い物にでもするつもりだったか？いや、俺は別にそんな。こうなったら意地でも泣いてなんかやるもんか。誓いの言葉だってすっごいめんどくさそうにはいはいって答えてやる。いいよ、別に泣かなくても。これは俺と陽子さんの自己満足なんだ。お前はいやいや付き合ってくれるだけでいい。
こに連絡してんだよ。そりゃ神父の親戚ご友人一同にさ。すいません、それでまだですか？あ、すいません、北原さん、実は着替えはとっくに終わってるんですけれど。はあ。その上総さんがさっきから廊下でごねてまして。ああ。いい加減に覚悟を決めなさい。あんた本当はものすごく見てもらいたいんでしょうが。そんなことない。嫌で嫌でたまらない。だからどうしてそこまで思いっきり照れるのよ。あんた自分がいくつだと思ってるの？いくらなんでも親として恥ずかしいわよ。だって母さん。あー、もう鬱陶しい。早く行きなさい。やめろ。悪趣味だよ、お前らみんな。私がこんな。式挙げるって話した時からこうされることはある程度予測してただろ。けど、こんな。綺麗だ、カズさん。言うな。私は。私はお前の妻になりたかっただけで、別に花嫁なんかになりたかったわけじゃ。いいじゃん、別に花嫁になってもさ。けど。本当に綺麗だ。バカみたいに似合ってる。ハルキ、いいのか？泣いちゃって。陽子さんが大喜びでビデオ回すわ。妙なサプライズ、大成功しちまったな。
なあカズさん、俺お前とずっと一緒にいるって誓うから。そんなのもう私は100万回誓ってる。そっか。まあ100万と1回なんて決して多くないけどな。誓います。それは私の立ち会いのもとでやるって言ったでしょ。準備できたってよ。じゃあ、そろそろ行こっか。うん。